聖ジャンヌ・ダルク教会、フランス語、イグリーズ・サント・ジャンヌ・ディ・アーク・デ・ローエンは、フランス北部、ルーアンの中心部にある、カトリック教会。教会内部のステンドグラス1979年、聖ジャンヌ・ダルク教会は建築家、ルイ・アレシュの設計により、ジャンヌ・ダルクが処刑された、ルーアンのビューマルシェ広場に建立された。教会のステンドグラスの窓は、 サンバンサンドルワン教会に設置されていたものである。サンバンサンドルワン教会は、第二次世界大戦中の1944年5月31日に、破壊されたが、ステンドグラスの窓は、戦争中に安全な場所に持ち出されて保管されていた。2002年10月30日、歴史的建造物として登録されている。セージャンヌダルク教会は、近代的な外観で、 三角屋根から続く海のようなラインが特徴である。教会内部の壁一面には16世紀に作られたステンドグラス、天井は船底のようなデザインである。建築家、ルイ・アレシュは伝統的な造船技術を取り入れ、ノルマンディの教会の伝統を復活させた。ビューマルシェ広場、ルーアン、フランス。ありがとうございます。